ちょっとだけ落ちないあのビスの周りとか、はい、をつけたけど、あとキャリパー、はい、キャリパーもここら辺とかマリスさんちょっと使って落としたけど、はい、それ以外何にも使ってない。ピカピカですね。ハイワックスも使ってない。おお、めっちゃ綺麗ですね。ピカピカ。ラストもすごいつかない。あ、これあと最後にこれナノ塗ってるから。あ、ナノ塗ってちょっと完璧ですね。ダストもだいぶつきづらくなって。おお、軽く流すだけでこの表面のダストは全部取れる。つるっと取れる感じですか、うん、すごい。ボディもすっきりして綺麗ですね。ボンネットも初めて今回プラスになってます。はい。あとこのレンズ、はい、レンズもあのナノで仕上げて、仕上げてるからくすみとか全部なくなった。おお、素晴らしい。市販のなんか磨きとか使わなくて綺麗になっちゃう、はい、うちのにね前回いろいろ買ってくださいましたからね。全部勧められるがままこれもこれもみたいな綺麗。そしたら綺麗になりましたね。ルーフとかも本当にあの前のあのコーティング使ってる時すごいこういうこの端の方とか水が溜まりやすいところ、はい、そことかすごい水上がってますよ、ね、はい。それが今は今もう全部コーティング剥がしてナノだけに変えたら全く残んない水跡。おー、あとこことかも結構こう水が溜まりやすいところすごい水垢が残ってたのも全部剥がしてナノに変えたらこことか全然水垢全部なくなった。ないですね、うん、めちゃくちゃ綺麗、つるっとしてます。水垢一箇所もないですね。ありがとうございます、素晴らしい。すごい、あのナノ使っていただいて、うん、ロイドと本当にあの YouTube 通り YouTube 通り洗ってもらうと、ロイドと果実とあと最後に仕上げにナノ、はい、やってみるとなんか実感するって感じですよね。 YouTube めちゃくちゃ見てる教科書口ずさみながら口ずさみながらすごい、ありがとうございます。